オスマンダニーロ・チャベスグイティは、ホンジュラス出身の同国代表サッカー選手。CD プラテンセでキャリアをスタートさせ、2004年10月7日の FC ムニシパル・バレンシア戦でプロデビュー。2007から08シーズンに CD、モタグアエル・オーン移籍。成功したシーズンを送ったが、遺跡金交渉がうまくいかず、プラテンセに復帰。2009年には、 イングランドプレミアリーグのトッテナムホットスパー FC とスコティッシュプレミアリーグのセルティック FC のトライアルを受けた。2010年8月8日、ポーランドのビスワ・クラックフに加入。1年目でエクストラクラサ優勝を経験。カナルスポーツとプルゼグラットスポートイからエクストラクラサのチームオブザ・シーズンに選ばれた。シーズン終了後、ビスワ・クラックフと新しく5年契約を結んだ。 2008年2月6日のパラグアイ戦で代表デビュー。パセントロアメリカーナには2回、コンカカーフゴールドカップには3回出場している。2010フィファワールドカップ、北、中米カリブ海予選では、主力として11試合に出場、本大会でもグループリーグ3試合に出場した。ありがとうございます。